文子さんお疲れ様です。今日大丈夫でしたか？ああ、吉野さん、ご迷惑おかけしたわね。私この年になるのに全然仕事ができなくて、同じ派遣会社から来ているあなたに迷惑かけてしまったわ。大丈夫です。時間内に作業も終わらせましたし、私の考えでは一緒に派遣に来ている人は仲間ですから。まあ、とても優しいのね。ありがとう。でも久美子さん、今日は様子が変でした。いつものお弁当は野菜がたくさんなのに、今日はシンプル。それでいて元気がない。どうしたんですか？あら、気づかれちゃったのね。それはもう、久美子さんが持ってきてくれるあの小分けのおかず、あれが楽しみで仕事に通ってるようなものですから。あら、じゃあ今度たくさん持っていくわね。いえ、あの子供用の小さいタッパがいいんですよ。エモい。エモい？そうね、吉野さんは優秀な子だから私の変化にもすぐ気づいてくれるし、ちょっと私の話を聞いてくれないかしら。おばさんの昔話。もちろん。私の名前は吉野。主に短期で働く派遣社員です。今は事務というか、事務の補助みたいな感じで繁忙期を迎えた会社に派遣されています。久美子さんはとっても美味しいご飯を作る人。私と同じ派遣会社から来ている45歳の女性です。私は美味しいご飯を作る人が好きなので、すぐに仲良くなりました。人参や大根の皮ってこんなに美味しいきんぴらになるんですね。さすが長年の主婦力ってすごいです。私も早速やってみようと思って人参と大根を買ってきたのですが、切るたびにピューンとすごい勢いで逃げていきます。料理は苦手です。さて、久美子さんの様子がおかしかった理由ですが、実は久美子さん、半年前までは専業主婦でした。離婚をきっかけに一人暮らしと仕事を始めたそうなのですが、元夫から嫌がらせの連絡が来ているのだとか。久美子と元夫、陽平の LINE。 いやー、やっぱり俺の息子は最高だな。まさかあんな超有名大学に合格するとはよ。俺はなんもしてないのに。どうだ、悔しいだろ。何のご用ですか？何言ってんだ、寂しいお前に連絡してやってんじゃないか。45歳で捨てられた女、寂しいだろ。私仕事で忙しいので。仕事？ずっと専業主婦だったお前が仕事って、何偉そうなこと言ってんだ。それにお前、離婚する時に財産持っていっただろ。専業主婦のくせにずうずうしいよな。財産分与は当然の権利です。うるさい、女のくせに生意気を言うんじゃない。ヒロトもお前がいなくなってせいせいしてるってさ。あの子がそんなこと言うはずないわ。ああ、何言ってんだお前。15年も連れ子を世話した結果捨てられたんだもんな。お前の人生なんてお先真っ暗、もう終わってんだよ。私はあの子を育てられて幸せでした。お前まだそんなこと言ってるのか。頭の悪い女だな。俺はな、子供を育てるためにお前と結婚したんだよ。はい。俺はお前みたいな地味で家庭的ですってタイプは嫌なんだ。派手でな、俺を振り回してくれる女がいいんだ。でもな、子供はいい大学に入れないと俺の顔が立たないだろ。だからお前を選んだってだけだ。俺は社長だからな。わかったか、調子に乗るなよ。ならもう連絡はやめてください。私から連絡することもありませんから。別にいいだろ、お前寂しい女なんだからさ。吉野と久美子の LINE。 その男の会社はどこですか？今すぐ潰しましょう。まあ吉野さんたら。本当にあの人の会社なんて潰れてしまえばいいのに。こんなこと考えるなんて、私ったら嫌な女ね。いえ、私はもうこの話を聞いていて、100万回くらい会社が倒産する妄想をしていましたから問題ないです。吉野さんとお話ししていると気持ちが軽くなるわ。あの人の会社、この辺りじゃ結構有名なのよ。地元の商品をネットショップで販売しているんだけど、その規模が大きくてね。あ、どこかで聞いたような話だな。もしかしてですけど、そのヒロトさんとお子さん、ヒロトって名前じゃないですか？そうだけど、うちの子知ってるの？少し前に人が足りないからと倉庫の軽作業に派遣されました。その時に一緒に仕事をしたのがヒロトくんです。
彼は高校生で真面目で頑張り屋さん。とっても優しい子で休憩中にみかんをくれました。そこから仲良くなって今では一緒にオンラインゲームをする仲です。良き相棒。そして彼から家庭の事情を聞いていました。父親はネットショップを展開する会社の社長でいい加減、母親は逆に真面目な良妻賢母で、彼はそんな母が好きだった。でも母親の不倫が明らかになり離婚して逃げていき、吉野と陽平の LINE。 おいお前、うちの息子に何をした？え、このアカウント。あ、いや懐かしいですね。昔うちの派遣会社の社長に迫ってた陽平さんじゃないですか。お世話になりましたね。お前があまりにもしつこいからあの女からは手を引いただろうが。まったく。俺は昨日お前とうちの息子が一緒にいるところを見たんだ。何をしたんだ？何って、私と息子さん仕事仲間ですよ。え？同じ派遣会社に登録しているんです。同じ会社に派遣されたこともありますよ。そんなの知らない。あなたが知るわけないでしょ。息子のことは5歳に全て任せて不倫しまくりだった男が。そんな男が息子のことをちゃんと知っていたら、それはそれで気持ち悪いじゃないですか。なんだと。まあそういうことなので、バカげた LINE を送ってくる暇があったら仕事してください。お前誰に向かって口答えしてるんだ？昔派遣されていた会社の社長ですけど、そんなこともわからないと思っていたんですか？相変わらず頭が面白い方向にぶっ飛んでますね。私に切られた人参や大根のようです。あ？そもそもそちらとはご縁がありません。いいのか、お前の契約してる派遣会社、他の会社にあんなところはやめろって言うぞ。ああ、会社の社長ともあろう方が脅迫するんですか？大丈夫ですか？即警察案件ですけど。 うるさい。 もういい。はいはい、さよならです。このアホな男からの LINE で全てがつながりました。まず私が以前派遣された会社の社長が傭兵、うちの派遣会社は女社長なのですが、その社長に対して何度も迫ってきた過去があります。結局いろいろな騒ぎになって契約は解除。それから数年、違う派遣先で出会った久美子さんはこの傭兵の元妻だったというわけ。ついでに言うと、違う派遣先で知り合った大学生はこの二人の息子。これはやるしかないでしょう。久美子さんの笑顔とキンピラを守るためにも。吉野と久美子の LINE。 あの吉野さん。久美子さん、どうしました？息子から連絡があったんです。吉野さんから私の新しい連絡先を教えてもらったって。ああ、教えておきました。連絡できないって困っていたので。もしかしてまずかったりしましたか？いいえ、とんでもない。私以前使っていた携帯を捨てられてしまって、まさか学校の前で待ち伏せするわけにもいかないし、連絡が取れなくて困っていたの。それは良かったです。これきんぴら代になりますか？吉野さんの大好きなあれね。もう私大量に作るから。数週間後、久美子と陽平の LINE。おい、お前どういうことだよ、慰謝料請求って。ふざけるな。あとは弁護士を通してお話ししてください。おい、調子に乗るなよ。お前痛い目に遭いたいのか？俺は会社の社長なんだ。俺が動けばお前なんて消えるんだからな。会社の社長だからこそ警察沙汰になった時はダメージが大きい。あなたそんなこともわからないの？とにかく警察に行きますね。は？警察？ふざけるな！警察になんか行ったらそれこそお前のことを痛めつけてやる！いや、そうじゃなくて、その…あとは全て弁護士を通してください。いや、だから…おい、息子もいないんだよ！あいつどこに行ったんだ？なあ、どうすればいいんだよ！さようなら。待て、警察だけはやめてくれ！頼む、頼むよ！その後、この時、私は久美子さんの横にいてやりとりを見ていました。こういうアホに頼まれるともっとやりたくなりますよね。ということで、そのまま弁護士事務所に行き、弁護士同伴で警察へ。久美子さんのスマホにはいろいろと脅迫の証拠がたっぷり。弁護士同伴で行ったのできっちり対応してもらいました。不倫に関しては息子さんが証拠を収集、
離婚前からいろいろな女と遊んでいた証拠をネットを使ってたっぷり集めてくれました。これのおかげで慰謝料請求もできましたし、今あの会社はガタガタ。そりゃ社長が逮捕されましたからね。会社がどうなるかは分かりませんが、あの男はもう終わりでしょう。久美子さんは今息子さんと一緒に暮らしています。これは二人の心からの望み。二人は親子です。それぞれと一緒に働いたことのある私は特にそう思いますよ。さあ今度きんぴらをもらいに私も遊びに行きましょうかね。私新しい派遣先に行ってるので、最近久美子さんに会えないので家に行って食べさせてもらいましょう。野菜の皮ってどうしてあんなに美味しいんでしょうね。久美子さんの主婦力のなせる技なのでしょうか。私もせめてまともに野菜を切れるようになりたいです。あ、こら待て、人参逃げるな。もうひどいと思いませんか。え急に何？主語がなくて何がなんだか。あ、ごめんなさい、私たら興奮するといつも取り乱しちゃって。本当だよ、しかも一発目の LINE がそれって。何も考えずに喋っちゃうんですよね。あ、これ私の豆知識です。あ、はい。一生使わなさそうな豆知識を教えてくれてありがとう。で、一体何がひどかったの？あ、何でしたっけ？忘れたの？うわー、めっちゃ気になるやつ。話の内容も忘れちゃいましたし、気づいたらイライラもなくなってました。カンナさんのおかげです、ありがとうございます。いや、こっちとら何用だったかが気になってモヤモヤだよ。モヤっとボール50個くらい投げたいわ。わかります、私も自分の天然さ加減にモヤっと。え、天然？はい、もう困ってて、すぐにしたいこととか言いたいこととか忘れちゃって、もう私って本当に天然なんです。それ天然じゃなくて若年性の病気じゃない？違いますよ、天然なだけです。じゃあさ、私は参加してないけど、この間ママ数人と行ったイタリアンランチで愛子さん財布忘れたんだよね。やだ恥ずかしい、もう誰から聞いたんです？その参加したママに決まってるやん。で、ママに代わりに払ってもらったそうだけど、まだ返してないんでしょ？あっちゃー、やっちゃった、また返すの忘れてた、テヘペロ。うわ、まだテヘペロって使う人種いたんだ。もう私またダメな部分出ちゃってる、ちゃんと返さないとですね。もちろんだよ、幼稚園で習ったでしょ、借りたもんは返さないとって。もしかして最終学歴対番？もうカンナさんってば言い過ぎ、天然だから本当に忘れてただけで。その異様な天然をしやめて、わざとやってるの丸分かりだから。やだ、本当にそんなつもりないんですって。どうだか、とにかく早く返しな、じゃないと周りに友達いなくなるよ。わかりましたよ。ところでカンナさん、今何してます？今練馬を練り歩いているところ。え、練馬またですか？カンナさんっていつも練馬にいますよね。意外と穴場のランチのお店とかあって、見つけるの楽しくて歩いてるんだよ。ふーん、じゃあ今から一緒にランチしません？今ちょうど練馬の近くにいるんで。嫌だ。いや、即答！だって財布持ってきてなかったら嫌だし。大丈夫ですよ、今日はちゃんと持ってます。事前に怪しまれてる人にそんなことしませんから。いや、今の発言でどす黒い部分見えたんだけど、やっぱり財布忘れたのわざとだったんじゃん。はい、細かいことは気にしない。じゃあ今からカンナさんのこと探しますね。やっばー。私の名前はカンナ、36歳の主婦で、会社員の旦那と小学校5年生の娘と3人暮らし。ママ友に金を返さない悪人愛子さんからなんとか逃げ切ることができた私。しかしこの翌日、なんだか厄介なことに。カンナさんもうひどい、私から逃げるなんて。まさか本当に追いかけてくると思わなかったよ、逃走中かと思ったわ。カンナさんとランチしたかったのに。まあいいですよ、今度合流させてもらうし。え、合流？一体何に合流しようとしてんの？カンナさんがどっかの誰かと行く天ぷらランチですよ。は？なんで愛子さんがそのことを？この間安西先生がママ友に行ってるのを見かけて。ん、いきなりスラムダンクの話されても。安西先生ってどういうこと？あ、
ごめんなさい、丸山さんのことです。本当に丸々してて安西先生みたいだから。ちょっと、それは私の親友の丸ちゃん。女なんだから男性キャラに例えるのやめてよ。とにかく丸山さんが嬉しそうに話しているのを見て、私も一緒に天ぷら屋さんに行きたいなーって。いや、来ないで、絶対に。いや、行きますよ。何言ってるんですか？なんでそっちが当たり前のテンションなの？私と丸ちゃんの二人で行くランチなんだから、金返さない愛子さんに邪魔されたくないの？いや、聞いてください。お金はもうママ友にちゃんと返したんす。タンス？これで信用は回復しましたよね。だから私も一緒に。一回そういうことしてると簡単に信頼は回復しないよ。お金にだらしないって思うしね。だから諦めてくれ。はあ、諦めたらそこで終了じゃないですか。うん、終了。だからもうこの LINE も終了していい？そうですか、別にいいですよ。私は諦めてないし、終わってませんから。何その匂わせ、強烈な匂いするけど。どうせカンナさんのことだから、場所だって調べればすぐ出てくるし、覚悟しておいてくださいね。絶対天ぷら食べてやる。あー、もうこのままでいいや。愛子さんはトラブルメーカーで割と有名で、子供が仲良しのため LINE はつなげていたのですが、まさかこんな強引な女だったとは。でも私は愛子さんが勘違いしていることに気づき、そのまま放っておくことに。そしてランチ当日、愛子さんからドヤ LINE が届いて、カンナさん、もう聞いてください、口の中でプリプリなんです。怖っ、何食べてんの？そんなドン引きしないでくださいよ。エビです、エビ。ああ、エビか。また主語がないから分かんなかった。あっちゃー。っていうかカンナさん、私がエビ食べてて気づきました？は？別に何も。ああ、エビ食べてるんだって思っただけです。はい。鈍感だな。実は私、今練馬にある高級天ぷら屋さんに来てるんです。うん。カンナさんいつも練馬練り歩いてるし、調べたらここが出てきて、絶対ここだろって思って、カンナさんたちが来る前に先回りしてきちゃいました。あらま、カンナさんたちが来るまで天ぷら食べて待ってるんで、早く来てくださいね。サックサクでうま。わかる、美味しいよね。私たちも今食べてるけど、もううますぎ。は？今食べてるけど？え、どういうことです？カンナさんたちどこにもいませんけど。そりゃそうだよ、だって練馬には今日行ってないもん。はぁ、今日は赤坂のおしゃれな天ぷら屋さんに来てます。はぁ、私がいつも練り歩いてるから練馬だと思って行ったんだと思うけど、今日はまるちゃん考案の赤坂なんだよな。なんなんですかそれ、なんで言ってくれないんですか？なんでって言う必要ある？だって私、カンナさんたちと一緒に食べたいって。でも私は拒否してたよね。飛んだホラ吹きとは行きたくないからさ。はい？飛んだホラ吹き？この前の LINE でお金返してたって言ってたけど、ママ友に確認したら全力で否定してきたよ。あのママに確認したんですか？うん、本当かなと思ってさ。そしたらめっちゃ嘘、信用完全に消滅したよ。まさか確認するなんて。ごめんなさい、嘘ついたことを謝ります。別に謝らなくていいよ、もう回復しないし。そこをなんとかお願いします、許してください。なんでそんなに許してほしいわけ？なんか企んでる？実は今日家に財布忘れちゃって。出た出た、出ましたな、その手法。ママ友に催促されてるのにどんだけおごられたいの？貪欲なツボかよ。ごめんなさい、でももう本当にこれ以降しません。だからお金貸してください、天ぷらいっぱい食べちゃったんです。いやだよ、赤坂から電車で50分もかかるし。お願いですって。え、今お母さんから LINE が。ああ、愛子さんってお母さんと同居してるんだっけ？私宛に訴状が届いたって。ああ、そういえば言ってたわ、返してもらってないママ友が愛子さんを少額訴訟で訴えるって。いやー、お金返してないことがお母さんにバレちゃいましたな。悪いことはいつかバレるって言うもんね。愛子さんの場合はだいぶ早かったけど。うちのお母さんすごく厳しいんですよ。なのに
まさかここまでしてくるなんて。愛子さんが払わないからでしょ。ちなみに訴訟をおすすめしたのは私。余計なことを。全然余計じゃないでしょ。いいアドバイスじゃん。これで家族にも知られて絶対払うしかないしね。カンナさん、よくも。キャラ濃い人だなって思ってたけど、財布わざと忘れて払わせてその金返さないのはやばい。これでしっかりと反省するべき。わかりましたよ。でも悔しい。諦めてください。試合終了してます。愛子さんは悔しがっていましたが、天ぷら屋に払うお金がないことを思い出し、大将に後で払いに来ると店を後にしようとしたそうですが、無銭飲食で通報を食らい署に連行。旦那さんが呼ばれお金を払い解決したそうですが、帰宅しても訴状で悪事が全てバレ、義母と旦那さんから大説教を食らい、後日ママにお金を返したそう。そして旦那さんと離婚。家を追い出され、私や他のママに助けを求めに来ましたが、ほとんど無視。唯一止めさせてくれたママがいたそうですが、その家でお金を盗み、愛子さんは逮捕。今は塀の中にいるそうで、家見つかってよかった。一方で私はまるちゃんと赤坂の天ぷら屋さんを堪能。今度愛子さんが食べた練馬の天ぷら屋さんにも行こうかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。